さあ始まりました、一体感 MyFC。 皆さん、藤枝 MyFC が J2 のライセンス取得したことご存知ですよね。ということで今回はいつもと違って監督選手にインタビューをしたいと思います。なんですが、ちょっとこの格好でインタビューするにはふさわしくないかなと思いますので変身したいと思います。いきますよ。一体感毎日。キャプテンの杉本選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。少し日は経ってしまったんですが、 J2 ライセンスの取得おめでとうございます。ありがとうございます。率直な感想を聞かせてください。ちょっともやっとしてたものが、非常にクリアになったというか、その取れるか取れないか分かってなかった状況でプレーしてたので、取れた時はすごい、嬉しかったですし、非常に安心しました。やっぱり取得前と後では意識の差っていうものはありますか？そうですね、自分たちの結果が良ければ上がれるっていう状況になったので、モチベーションっていうのは非常に上がったかなと思います。今季中2日中3日での試合っていうものがあったりして、コンディションの調整とかも大変だと思うんですが、今杉本選手調子はどうですか？僕自身は試合数をたくさんこなした方が、上がってくるタイプですし、試合感っていうのがどうしても大事なポジションになってくるので、僕自身のコンディションとしては非常にいいのかなとは思います。これからもチームの守護神としてサポートしていってもらえればなと思います。活躍に期待してます。はい、最後に今シーズンも残り8試合となったんですが、意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、僕たちはあと1試合でも多く、全勝できるように、頑張っていくので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。安藤選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。少し日は経ってしまったんですが、 J2 ライセンスの取得おめでとうございます。率直な感想を聞かせてください。いや、J2 ライセンス取れたのは本当に自分たちにとっては嬉しいことなんで、藤枝真由志を支えてくれている皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。やっぱり安藤選手自身、その取得前と後でモチベーションの変化とかってありますか？やっぱり気持ち的には普通にやっぱり、J2 これで昇格できるチャンスがあるってなって、やっぱだいぶいい方向に変わりました。ありがとうございます。今季はコロナの影響もあって中2日中3日での試合でちょっと大変かなとも思うんですけれども、現在の安藤選手のコンディションはどうですか？今シーズン結構怪我が多かったんですけど、コンディション的にはだいぶ良くなってきたかなと思ってます。私はその諦めずに最後まで走ってボールをキープするっていう、そのキープした後にまたチャンスを作るっていう姿がすごく好きなんですけど、安藤選手自身自分の持ち味はどんなところだと思いますか？走るってことはやっぱ意識してるっていうか、走るとか縦への推進力とかを自分では売りにしてるつもりです。ありがとうございます。で、今後も活躍期待してます。最後に今シーズンも残り8試合となりましたので、これからの意気込みをカメラに向かってお願いします。残り8試合 J2 昇格に向けてまだチャンスはあるので、一つでも多く勝てるように、選手全力で頑張るんで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。石崎監督にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
少し日は経ってしまったんですが、J2 ライセンスの取得おめでとうございます。はい、ありがとうございます、はい、率直な感想を聞かせてください。はい、本当皆さんのね、努力のおかげで、その J2 ライセンスが取れたというところはすごく、喜ばしいことだと思いますし、まあ、選手たちにも励みもやなるんじゃないかなと思います。私も J2 への昇格強く願っているわけですが、昇格するためには1試合でも多く勝つ必要があるわけですよね、はい、で今なかなか勝てない状況が続く中で、その勝ち点3を取るための課題っていうのはどんなところだと思いますか？そうですね、まだ後期になってですね、やはり得点がちょっと減ってきてるんです。失点も減ってきてるんですけどね、得点が減ってきてるというところで、やはりどう点を取って、いらない与えなくていい失点を減らしていくかというところが大事なんじゃないかなと思いますし、まあ相手も、ね、負けたくない、勝ちたいという気持ちで戦ってますので、やっぱり気持ちの部分でどれだけ強い気持ちを持って戦っていけるかとじゃないかなと思います。はい、今期は中2日中3日での試合があったり、選手やスタッフの皆さん大変かと思うんですけれども、今のチームのコンディションっていうのはどうですか？まあ、結構年齢層が高い選手が多いんですけど、こ うまくローテーションでできるポジションと、なかなかローテーションができないポジションというのが あるんですけど、そのまあ短い中でどう回復を持っていくかと、で一番いい状態でゲームができるかというところに焦点を置いてですね、まあ、トレーニングだったり私生活を送ってるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。活躍期待しています。最後に今シーズン残り8試合となりましたので、カメラに向かって意気込みをお願いします。はい、一つ一つのゲームをしっかりと、戦っていくことが大事じゃないかなと思いますし、なかなか結果が出ない中でですね、やっぱり、チームあるいはサポーターがバラバラなんないでですね、しっかりと目標を持って戦うことが大事じゃないかなと思います。ありがとうございます。石崎監督でした。